これまでのあらすじじゃ。仲間を探しながらラムダを目指すミケたちは、シルビア号の船内で神との再会を果たしたが、彼は名前以外の記憶を全て失っていた。神の記憶を取り戻すためにも、一行は神を仲間に加え旅を再開させるのであった。終わりかい。はい、ただいま、おはようございます、ミケです。それでは、2回目のクレイモラン城下町ですね。今ここはクレイモランですが、一体どんなストーリーが待っているのか、そして神の記憶は戻るのか、そこは問題。あ、プニオン歩いてる。一体プニオンは何なんだ。前もこのなんかなんていうの、世界が滅ぼさ、一旦滅ぼされた後も前も変わらずいるからな、同じ場所にね。マジか。わかった。シャールに話しかければいいのね。なんだっけ、あのドスケベ魔女名前忘れちゃった。ちょっと待って、冷房つけるね。暑いわ今日。はい、なんかやべえのがいるのかな。わかった、城行くわ。じゃあそんなにいるんだったら城行くわ。でもベロニカとかと話したいな。いねえわ悲しいね。一応アイテムと部屋開くかどうか確認した方がいいかな。ああそうだよな、馬とかは守らんくてええのか。おい、パンパン、ヒヒーン、ブル、馬並みなのね、あなたとてもってあったよね。なんだっけあれ、マキバオだよね多分ね。マキバオのエンディングだっけ、知らないか。走れ走れ牧場を、本命穴馬かき分けてっていうのがオープニングだよね。はい、全然、あ、ごめん、ちょっと全然俺話聞いてなかった今歌に夢中でオッケー、じゃあ昼にしてきます。あ、シルビアに話すか。うん、そうだね、みんなお前ちょっと言ってんな。じゃあ昼にしてくるね。はい、昼にしてきただよ。行くで。曲が怖いね。さあ、普通に人はいるんだな。なぜだ。なぜこんな感じになってんだ。はあ。多分大丈夫だよ。勝てるよ。ドラゴンタイプだろうな。よっ。ハロー。ハロシャ？ハロシャ？てか、あなたの相談役はどこ行ったの？顔を上げなされ、シャール殿。王たる者いかなる時も民を不安にさせてはいけませんぞ。さすが、ドスケベ王。ドスケベキング。ああ、ギリギリな。一回死にかけたけど。一回魚になったりしました。黄金病の恐怖、金になっちゃうの体が。ああ、そういえば金がなんか詰まってたね、運河に。うん、夢のような。あ、神なんか今気になったってことはあれか、妹とか兄弟いるって言ってたけど、もしかして兄弟が金になっちゃってる。へえ、あいつはもう悪いことしねえべ。一緒にパーティーに入れたいくらいだわ。わかった。とりあえず武器防具見せてくれ。どったの神。黄金病に黄金病。飛べないか。黄金病、どっちだかわからんが、気になるようだな。しかし、それだけではわからんな。ここがジパングか、平成の。平成じゃねえんだよな。何を言ってんだろうな。
神のこの姿をベロニカに見せたいんだけど、ベロニカ先に仲間になんねえのかな。お、ムービーだ。集合。なんかね、金ピカになっちゃうんだって。お、怪しいババアが近づいてくるぞ。今のうちに首をはねろ。まずドルマだ、ドルマ。ビビりまくってんな。はい。お？うぐっ。そんなタイミングある？かっこいいポーズ、かっこいいポーズ、かっこいいポーズしよう。かっこいいポーズで黄金なろ。天を指させ。お、高く売れそうだな。すさまじい病気だなこれ。あ、う、頭が何か思い出しそうだ。神ここ生まれだったのかな。うん。お、わかった。あの像はどうすんの？ちょっと高く売っ払おう。デルカダール城に飾ろう。ただの黄金の像。聞いたことねえ、ただの黄金の像って。錬金術じゃねえか、これ。たまんねえな、おい。じゃあ、まずとりあえずロー様から。ロー様から金ピカになってもらおうか。ちょっと武器屋寄っていい？寄れんのかな？さすがに入れるよね。あ、やったね、やったね。武器を売るテンションじゃねえんだよって言われるかも。はあ、ま、元の魔物をぶち殺せばいいだけだな。おそらくだが。サザンクロス。あ、ハーレの爪。うわ、弱っ。爪シリーズはなんか弱くね？配信が出やすいとかあんのかな。あー、あるわ。あー、カンマ関係ねえか、これ。これ、買っとかない。あ、落とすモンスターとか見れるの。あー、なるほどね。セーニャと、セーニャいないから。じゃあ、マルティナに。マルティナこれ。はい。防具、防具。まあ、防具めっちゃ強いんだけどね。見た目変わんないんだよね、これね。マジカルスカート、漆黒のマンツ。あ、漆黒のマンツいいじゃん。あ、水の羽衣もある。うわ、やば。これね、相当強いんですよね。漆黒のマントはこれ神に買ってあげよう。今回のさ、あれで記憶を戻してさ、戦えるようになるんだったら神使いたいもんね。OK。お待ちですか。はい。入ります。神父さん！神父さん！何を知ってるんだ、神の。あら。やっぱりこの町の出身なんだね。5年前、それまで俺はこの町に住んでいたんですか？かつてこのクレイモランの城下町は、北海で活動するバイキングの寄港地。あー。あー、そうなんだ。へー、かっこいいじゃん。俺だね、俺のなんか、あれだね、ルーツと。近いんじゃないかな。うーん、まあバイキングじゃないけど俺のルーツは。はあ、そうなんだ。あ、そんなに悲しい覚悟やめろ。ちょっと目指してるかな。やめてくれ。しばらく一人にしてください。ちょっと神使いたくなるな、こういうストーリー見ると。いや、もうね、全員ね、いいストーリー持ってんだよな。わかった。ここはアイテムとかはない？
すぐ親切にしてくれた人の家荒らすからな、この主人公。というかドラクエの主人公。はい、姉ちゃん。うわ、エロ。18号じゃん。不謹慎にも極、不謹慎の極み。お前も黄金像にしてやろう。そして我が部屋で飾ってやろう。どこ行った神は。北西の裏門。北西の裏門だとこっちか。あそこか。崖から外を眺めて黄昏てんのか神よ。こっちか。あ、ここから通れねえよ。ここだ。すどっか行ったかおっちゃん。そうか。あぶねえ、身を投げるぞ。あ、アイテムがある。馬の糞。あ、万年雪。万年雪別にいらないかもな。なんかいる。にゃーお。カミュー、早まるな。せめてハグレメタルの剣を置いてけ。カミュー、カミュー、カミさん、どこですか。カミュー。なるほど、こっからバイキングのアジトが見えんのかな。うちの船しか見えんが。さん付けで呼ばれるのなんかムズムズするわ。兄貴が、俺の兄貴が、キャー、デル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 。あ、違った。お、なんか黄金の戦士が乗っとるか。ピカピカやこいつら。アホほどゴールド落としそう。ちゃんとゴールデンスライムも出るんだろうな。あ、頭が折れるように痛い。これはそうだな、黄金のさまよい鎧と、なんだっけあいつ、ゾンビみたいなやつが骸骨兵みたいなやつがいたな。うわー、こいつら趣味悪っ。船も金色に統一しろや。うわうわうわ、超金持ってそう。めっちゃ金くれそう。アホほど金くれそう、マジで。この世のすべては、この世のすべての黄金は偉大なる六大王が一人、鉄器軍王ギラゴールド。うわー、キラゴールドだった。鉄器なんだね。そうなんだね。やっぱ金を失うんですね、僕と戦ってね。金を失う、鬼のように金を失うんでしょうねこれね、鉄器。キラゴールドだよお前。やろうでも仕事時間だ。こいつら骸骨なのに一応目ん玉はあるんだね。おお、かっこいいけど曲がいい。バフン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 。おー、シャールと、なんかリーゼなんとか助けに行くぞ。せめてせめてリーゼなんとかを、あー、マジか。せめてリーゼなんとかの黄金の像だけは俺がもらう。ゲス、ゲスの極み、ミケ、ゲスの極み系。はあ、いや本当はね、全然ゲスくないんですよね。もう清廉潔白な素晴らしい人物なんですが、まあキャラでね、キャラでこういうこと言わせていただいてますが、どうなんでしょうか。入れますね。はい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 。ちょっとちょっとちょっと、全員倒すよ。はあ。キラゴールド様お待ちだぞ。キラゴールドのな、お金感すごいな。うん、おかしら。ほんとだよ、ブレすぎだろ。お、お宝ゲットじゃん、もちろんいるさ。いやもうしましょう。なんかやけに俗な感じがするな。やいさほー、怒りをあげろ。やいさほー、嵐の夜に。やいさほー、資格のなんとか教えてやろうみたいな。ちょっと待って。あ、オッケー、メールさせるんだね。いやこれだってザコだろこれ。黄金兵長。いやー趣味が悪い。俺の武器も黄金なんだな。あ、結構強いね。オッケー。
ローズ台風。あほほほい。気持ちいい。どうしようかな。普通にこれ攻撃でいいんじゃないかな。あーでも結構硬えな。無かなんね。まあどうでもいいわ。多分そんなん関係なくぶち殺せるから気がする。こいつら蒼天マザおめじい。はいちゃんと金をたくさんくれるんだろうな。見してくれよお前の黄金魂とやつを。さあ黄金の精神を持つやつはこんなことしないと。ウフー。いやー何でもこなせるなシルビアは。そしてお前の死因はケツだ。あ死ななかった。じゃあお前の死因はかっこいい攻撃だ。死なねえじゃあお前の死因は黄金の剣だ。はいあゴールドしょぼいやったね。そんなに嬉しそうにしてくれるんだったらね。あかっこいいなマルティナは。あお前ゴールドになれよお前。いいよあのおばあちゃんは。よくない、よくなくなくないか。イエーイ。多分大丈夫だよバイキングだから神がお名前についとる。違うな、自ら進んで参加したと思ったな今この感じは。荒くれ、金の荒くれ像欲しいな。そうだな。んてかもう場所知ってる俺。ん？神父に一回立てなきゃいけないのか。しょうがねえな。どうしたの？そのとこにいて。高台に逃げ遅れた人がいると。はいはい。シンプソン、シンプソン、シンプソン。おお、シンプソン以外にもいっぱいいる。なるほど、神が連れてかれるからって言ったのか。すごくない？神の隙を作って。まあな、確かにな。それ屈辱だな。あんたの筋肉は黄金より価値がありそうだな。はーん。いやそうでしょ、バイキングの真っ赤いだったし。何言うの、賢者ぶってる、賢者ぶってやがるぞあいつ。それは俺もか。まあヤイサホーって言ってたしな。うん、一回寄ったよ。動画じゃカットしてるかもしんねえけど。じゃあ行くか。はあ。船どこだっけ。あ、船あそこね。オッケーオッケーオッケー。さあしかし時間が20分で短いね。20分以内に収めるとね、ニコニコ動画の方の画質が割と良くなるからね。そうしてるんですが、 YouTube 版の方はね1時間の動画にしても画質がいいんだよね。まあでもこれくらいがちょうどいいよね、一日ね。ほぼ毎日更新してるから今。じゃあ乗り込むか。はい、出発します。よし、じゃあ。わあこれすごいね。これあれや、一生遊んで暮らせるんだろうが、氷の体積を金の体積に変えたらなんかすごいことになるんじゃないか。はい、行きます。さあ割と長くなりそうな予感がするな。オッケー、じゃあね一旦切ります。はい、
次はじゃあこのバイキングのアジトを探索するところから始めましょう。短い動画でごめんなさいね、なかなかすみませんが、これからもご視聴よろしくお願いしますと、かしこぶってみて、そんなところでお別れです。バイバイ。